はいどうも、ジョーカーズのゆうたです。今日はですね、なんとゲストの方がいらしています。音目のシンガーソングライター、はい、板橋和之さんです。はいどうも、よろしくお願いします。はい、僕はですね、いつも板橋さんの動画を編集させていただいてます。はい、で、今回ですね、板橋さんのチャンネルの方で目隠しをして食べ物を食べて何か当てるという企画に挑戦していますが、うん、そう、それはね、前半戦はあの板橋さんのチャンネルでやって、うん、後半戦はこっちでジョーカーズチャンネルでやらせていただくということで、はい、後半戦早速ね、うん、やってみたいと。やっぱりジョーカーズだから辛いものとか来るのかな。怖いですね。何が来るか、その可能性はあいつが思い浮かびますね。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、目隠しをします。はい、まあ僕は目隠ししなくても同じだから。はいはい、完璧。見えない。真っ暗。真っ暗。もうカメラがどこにあるかもわからない。うん。じゃあ食材を持ってきてもらいましょう。カモン。早くしてもらっていい？私、うん、もう俺もわかんなかったり、うん。そんな、そんなわかんない食べ物はダメだよ。気づいたね。普通のものだよ。普通のもの。うん、あ、もう来る？うん。はい。はい。うわ。あ、わかった。はい、ゆうたくん、わかりましたか？ん？一緒じゃないの？何？さっきと。あ、違うね。そう。うん。さっき似たような食べ物も確かにやったけど、うん、でも違います。え、なんだろう？俺は困ったぞ。レンコンだ。そう。ピンポーン。わかんない。楽勝でしたよ。はい。じゃあ、第2弾。第2弾。じゃあ、第2弾いきましょう。はい。おいおいおい、負け負け負け。何？負け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 、フィッシュ。あ、でもすぐ分かった。さすがにそれは分かるか。これはゆうたくんの苦手なトマトでした。それ最後でしょ。ほんとにさ、あちゃお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 ちゃ。分かったね、それ。うん、拒否反応だった。いや、そういうもんだろうね。ねえ、来るよ。じゃあ次次第3弾。とんでもないね。もう怖いよ。怖い。大丈夫？え？あ、分かった。嘘。まっすぐ分かったね。やばいやばいやばい、本当に一番難しいかもこれ。ほんと大根？ブブー。なにこれ。待って待って待って。うん、カブ。え、板ちゃん分かる？分かる。言っていい？待って、野菜だよね。うん、ダメだ。分かんない。分かんない。言っていい俺。うん、玉ねぎだと思うよ。うっそ。うそ。へぇ、何なんだ。全然分かんない。分かんなかった。全然分かんない。あ、見てたら分かるよね、もちろん。まあ、多分分かると思う。まあ、ずっと今何個か板ちゃんの方でもやってきたけど、うん、トップかもしれない。本当？うん、何かも分かんなかった。見当もつかない。でも野菜っていうのは分かったよ。そうだね、なんかこのシャキシャキ感で、まあね、うん、あれ意外だったな。これは玉ねぎでした。難しいなぁ。さあ、最後をかける。最後。ん？ああ、ほうほうほう。ああ、これだけも分かるよ。いいですか？うん。ゆで卵。うん、一本じゃない。すごい一個ね、ダメな点があって、ね、なんで最後にトマト持ってこれ。これは白身。白身。これ白身で。白身はどこでしょう。うん、あ、これ意外とでもかまぼことかと間違えそうな。そうそうそう。気もする。うん。なんとなく、うん、なんか匂いとかで分かった。ということで。難しい。難しかった。やっぱ。意外だったね。まあ開けていいかな。うん。まあ感想をじゃあ、ゆうたくん。本当ね。近くで。だいぶ頼って食べてるなって思った。終わりとは言わないかもしれないけど、うん、ほとんど視覚は味覚かもしれない。まあ皆さんもちょっと試しに、うん、ちょっと、まあ目つぶっててもいいからね、うん、やってみるとね、うん、意外な不思議な世界を体験できるかもしれないです。はーい、ということでジョーカーズのゆうたでした。はい、どうもー。